はい、こんにちは、銀ゴールの小池です。みんなからね、難しいだろっていきなりあれは立ち番やんで片手ちょっと難しい、ね、できないですっていろいろね話要望があったので、今日はねちょっと先に3度ベッチでやればよかったかなと、アプローチをね。で今日はそのアプローチの片手の練習の仕方教えてあります。でこれはね、まあ、この間のレッスンと同じなんですけど、打ち方としてはね、ただアプローチするときにいきなり両手からポン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 打たないで、僕がジュニアにいつも推奨してるのは、最初に右手20発、そして左手を今度はそのまま20発、そして両手もちゃんと同じだけで、今打ってて分かったと思うんですけど、片手の練習の意味何ですか、みさん。腰。そう、腰じゃないんだよ。腰ってわけじゃないんだけど、まあ要するに片手っていうのは右手の練習と左手の練習とかじゃないんです、ね、これは右手ただ持ってるだけの話、左手ただ持ってるだけの話。実は体幹使って、今みたいに、まあ、腰も一緒ですけど、ここを使って体を使って動かしてあげると、右でやろうが左でやろうが両手でやろうが全部同じクラブの動きになるわけです。ってことは右手で打っても、今見て分かった、右手で打ってても左手でこのままこう打ってても両手で打ってても、結局球の速度、入射角度、球の出てくる高さ、キャリー、全部一緒にならなきゃおかしい。逆に言えば手で打ってるとばらつきが出てくるんだけど、普段から体で打ってると別に右手で持ってるだけ、左手で持ってる、そういう感覚でアプローチできる。まあこれはね、練習ではね結構面倒くさくてみんなやらないんだけど、必ずやった方がいいです。片手のアプローチやりますか、小木さん。やりません。やんないですよね、はい。まあ、片手打ちはやったことあるかもしれないけど、アプローチを片手でやる、これすごい基本なんで、この間ちょっと難しかったから、両手の前に必ず指で20したけど、慣れてきたらわざと右で打っといて、そしたら次左でこう打っといて、同じ球出たかなって見れば右両手で、同じ動きができてれば同じ球で、これをこう交互に何回も繰り返すのもいいかもしれない、ね。まあ、そういった練習も、最初にねやってあげることによって、両手でいきなりウェッジでやって次ショットってした時に体が回ってなかったりとか手打ちにならないことをやっぱ防げると思います。なので今日の宿題は、片手でまずアプローチをやる。で今ぐらいで3回右手左手両手ができたら、ちょっと距離を伸ばしてあげて、この間の話じゃないけどクラブがちょっと立つぐらい、肩90度ぐらい上がる、回るぐらい、もう回してこのまま打っていくときに絶対にこういうことをしない。右でありがちなのは、この間も話したけど、ちょっと右手こう手当てちゃう方が、そうするとこう必ずこうなってしまって、で左手ありがちなのが曲がっちゃう、すごい。それでここから伸び上がって、伸ばしながら体が伸び上がってアジャストする。こういう風にならないように、この間言ったように必ずアプローチする時もチェックする、この位置をチェックして、それでこの、でこれができるようになったら少し50ヤードぐらい飛ばしていくので、まあウェッジなんだよね、フルでも50飛ばない人いると思うんで、自分の中でまあ8割ぐらい、6割ぐらいで、このままスイング、右、そして左も、そして両手も同じスピードで同じ距離が出せるように、宿題です。これができるように頑張ってしてください。はい、はい、よろしくお願いします。先生質問です。何ですか。
ちゃんと球を当てるようにできないです。そうですね、だからあの球を当てよう当てようって先に行っちゃうと結局どうしても手がふって動いたりとかってなっちゃうので、まずはやっぱりあの練習場だとあったら T 打ちすると切れちゃったりすると怒られちゃうから、自分で何か目印を置いてそこを通す練習、ちゃんと通るかな、右でやっても通るかな、ボールに当てて1点で当てていくわけじゃないので、そこを通過できるようになれば自然にボールがそこにあれば当たるようになってきますから、ボール当てようと思って練習したらいいです。いいですか。はい、分かりました。当てたいんだけどね、宿題もちゃんと当てられるようにしなきゃいけないんだけど、右も左も両手も同じ距離って言われたから、はい、そうですよ、両手ならできるけど、はい、片手じゃなかなか、そう、まあやっぱりあの両手でできるって片手でできない人って要するに手でやってる可能性がある、両手の時もね、両手の時でさえどっちかの手で、僕はゴルフでアプローチ右でやりますよ、左でやる言うけど、いるけど、そうすると両手でやっててきたらいくらかなって、手でこうやってあげたりとか、例えば左手ですなんて言うとこっち張りすぎてて、こういう人もいるかもしれない、右ですっていう人が大体こうなったりする人が多いかな。なのでもう一回そこがちゃんとできてるかどうかっていうのを確認も意味もあって、片手でしっかり練習します。左右左右できるように、そしたら両手の感覚も多分相当変わってくると思います。腕でやってるってこと？腕でやってるっていうか、まあ手先とかね、手で打っちゃってる人が多いんじゃないかなと思います。なので両手を使って打てるようになるためには片手で確認をするという。これね、だって前も言ったけど、ほら力で上げられないから、やっぱりこれってスッとこう体幹でヒュッヒュッってね、フォワードプレスとかちょっと利用してスッ、重いものを下げるときに一回手を入れてから必ずちょっとフォワードプレス入れて、入れてあげて、その勢いでいいですか。多分今の質問はね、みんな持ってたところだと思うので、すごい良かったです。上から鱗。はい。できるできないは、練習しないと分かんないですよね。はい。はい。なのでこの間ちょっと難しい、これできる人はこの間言ったあのこの8番やんで片手で練習してみてください。はい、まとめると手で打たないということ、ね、手を使って打ってる人は片手の練習やっても意味がないです、ね、必ず体幹使って体で上げて体で打てるように下半身を使ってね、そしたら両手でやってる時の感覚も変わってくると思います。はい、皆さん練習場で頑張ってください。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。